さま、昨日のスバーチョコルナさん、思ったよりもさ、地獄だった。なんか、もっと軽く見てたから、思ったよりも地獄で、びっくりしたよ。ルナさん、アドリブすごいってなった。いや、あれ終わらそうと思ったら、3分で終われるもん。話を続けないとって終わらせられっかないって、でも、長く引っ張って。引っ張って。で、そしたら意外と地獄になってた。チョコちゃんっては地獄になんないかと思いきやね、平井さんをね、当てていって、全員が地獄を味わった。楽しかったね。みんなあんま笑わないから、ルナさんすごい我慢できなくてすごい笑ってたよ。みんな平然とやるから、笑っちゃうよ。最初はこれ30分持たないよって話してたけど、引き伸ばしたら意外といけた。地獄になったね。久しぶりの地獄になったよ。次女、ルナさん、長女狙ってたのに。長女狙ってたのに、まさかの次女だった。いや、赤ちゃんはバブバブになっちゃうから、絶対長女になりたいと思ってたのに。そしたら次女だった。またね、スバチョコルナさんね、昨日も終わった後、ちょっと話してたんだけど、また企画をね、すごい何個も考えているから、チョコ先生めっちゃ、これやりたい、あれやりたい、これやりたいってめっちゃね、企画話してて、あ、やろうってみんなで話して、でもルナさんゲームもやりたいかな、ずっと前からやりたいって言ったのをちょっと実行に移そうと思って、ルナさんもこれ、来月やらないって言ってみた。